皆さんこんにちは、キャットです。今回は周回効率が2倍以上に爆上がりする方法について解説していきたいと思います。突然ですが、皆さんこう思ったことはないですか？武道会って周回でポイント稼げるからめっちゃいいんだけど、ステージをクリアした後の演出が無駄に長いんだよな。お宝画面とかトーナメント優勝した時の画面とかを全部飛ばせればもっと効率上がると思うのにな。はい、周回勢の方なら誰でも一度は思ったことがあると思います。実はこれ、あることをすると簡単にできちゃうんです。それではその方法について早速解説していきます。まず必要なものとして、何の機種でもいいので2端末用意してください。 iOS とか Android とか、まあ、iPad、 左側の画面左側のやつは自分は iPad なんですけど、何でもいいのでとりあえず2端末用意してください。で、音がややこしいので今回は右側の画面の音だけ出していきます。最初はこの画面みたいに、一方はステージ画面、一方はタイトル画面に戻しておいてください。じゃあまずは一方の端末でステージを始めます。ここは普通に倒してもらえばいいです。パーティーは何でもいいです。今回ちょっと盤面が渋いですけど、まあ適当に技貯めて行って倒してもらえれば何でもいいです。はい、で倒し終わった時にこの読み込みが出てクリアっていう表示が出たら、左側の端末でログインして右側の端末はプニプニを落とします。でそうすることでお宝画面とか武道会のトーナメント画面とかを全部スキップしてスタートすることができます。でこれはあとは繰り返すだけです。またこうやって閻魔打って倒して、読み込み中の表示が消えてクリアが出たらログインさせて落とす。でまたこっちは開いておいて、右側でプレイをした後とかの空いた時間にこっちはタイトル画面まで進めておくと。これを永遠に繰り返すことで周回効率がね、だいたい1端末でやった場合1周57秒とか1分ぐらいなんですけど、これでやったらだいたい30秒ぐらいになりますね。めっちゃ短縮できるんでめちゃめちゃおすすめです。またログインさせて落とす。挑戦者だけね、こうやって出てきちゃうんで、これはいらない人はギブアップ押すしかないですね。カットするとどうしてもそうね。で、ここの画面はこれが間に合わないんで1端末でやる。種族縛りが出ても同じです。種族変更してってやって普通にパーティー変えるだけなんで、そんなに手順は変わらないですね。あまりにね、端末が重すぎたりすると逆に効率下がっちゃうこともあるんですけど、まあ普通に端末使ってればさすがにそんなことにならないかなと思うんで、だいたい効率よくなると思います。で今回お宝落ちましたね。お宝落ちても同じです。スキップしちゃってログインしたら、ほらお宝が落ちた、これ落ちた判定になってるんで、ちゃんとお宝の画面見てもらえれば数増えるんですけど、お宝が落ちてもってやってやれば全部スキップできると。はい、といった感じで、今回紹介した技は上級者の間ではタスクキルって言われてる2端末を使った周回方法なんですけど、結構知らない人の、てか動画になってないなって思ったので YouTube とかで試しに撮ってみました。今回少しでも動画が参考になったよっていう方がいてくれれば、チャンネル登録と高評価してくれると嬉しいです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。